中華伝英古墳有限公司は、かつて中華民国、上海に存在した国策映画会社である。一般には中華伝英講師と呼ばれ、中華伝英、花影と略す。1939年設立。1943年からは、合併して中華連合伝英講師。1939年6月27日、上海に設立される。 王朝明政権が50%、満州映画協会が25%、残りの25%は日本の民間映画会社による投資組合が出資した。当時長は、庶民よしみ、副当時長として日本から送り込まれたのは、東和商事の川北長政であった。川北は経営の実権を持ち、当初は、 企成の上海映画に勝る制作ができるわけがないとして配給事業に徹するつもりであったという。東方映画東京撮影所との提携制作による、不水議治監督の、品の夜、大村栄之助の芸術映画社との提携制作による、石本東吉、亀田力夫、八名星監督の、玉江、中国連合営業講師との合作による占いマン。 青監督の木乱十軍が劇映画の代表作とされる。1943年5月、中国連合営業講師等と合併して中華連合電営講師となる。1945年の終戦と共に消滅した。現在は同社の撮影所は上海劇劇学院が新熟権空間として使用している。制作部次長龍と塚もめは文学者であったが、 1940年9月3日、抗日文子に暗殺された。ありがとうございます。